よ、こんにちは。おいおい、忘れしまったのか。いや、自己紹介はまだだったかな。俺は倉成武。それとこっちが茜ヶ崎空です。やっほー。そんなに驚かなくてもいいでしょ。ついさっきマヨと一緒にツバイトストックを歩いてたら、この3人に出会って。ええ、そういうこと。言ったよ。ほら、あそこにいるでしょ。ですか。ああ、小町つぐみって言ったかな。お知り合いですか。なんかな、とにかく難しい女の子なんだよ。よくわかんないんだけど、俺らのこと嫌ってるみたいでさ。
平気だよ、全然。どうしてそんなこと聞くの？そんなことないってば。ただ出口見つかんなかったからちょっとへこんでただけ。うん、それだけ。ともかくここで立ち話をしていても始まりませんから、この制御室で現在のレミューの状況を調べてみましょう。わかりそう？ええ、そうですね。わかりました。皆さん、どうか落ち着いて聞いてください。慌てたり気を落としたりしないでくださいね。これから現在のレミューの状況を表示します。まず1階エルストボーデンは完全に浸水しました。完全に？はい、隔壁もすべて下ろされ通路を通行することはできません。つまり上に行く道は完全に閉ざされちゃったの？そういうことです。そしてこれがツバイトシュトックの状況です。上の階、救護室のあるフロアを示しています。こちらはドリッドシュトック、点滅しているのが現在地です。マジかよ。そんなレミューの半分近くが水没しちゃってるじゃない。このフロアのドライエリアは3つの部分に分かれています。完全に浸水していないエリア、人の通行が可能な部分のことです。このマップの中心に表示されているのが現在私たちのいる第8区画です。実はシステムの不備のせいで詳細なマップ表示ができていませんが、この第8区画の対角線上にある第4区画も健在なのです。しかしそこに行くことはできないの？はい、不可能です。2つの区画を結んでいる通路が全て水没してしまったからです。距離にしておよそ100メートル、無呼吸状態で100メートル泳ぎ続けるような能力をお持ちになっている方はこの中にはいらっしゃらないでしょ。故に不可能なのです。それにもしも仮に第4区画までたどり着けたとしても事態が好転するようなことはないと思われます。第4区画もここと同じなのです。浮島へ登るための非常階段は全て完全浸水しています。つまり行っても無駄ってことだな。そういうことです。